ハイプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーナイトというわけでやっていきましょう。今回は、3日目の夜でございます。お腹が空いております。トレーダーに帰りたいんだけれども、すんげーところで、開始したと。そういう感じですね。どうしよっか。あいつが何ゾンビかだよね。多分あいつはハワイアンなんで、スタミナが43か、やべえな。ご飯食いたいからもう、右のやつ無視して、あ、いや、もう右のやつやりましょう。ハワイアン。ちょ、一回。もしかしてバレないでいける？なわけねえよな、さすがに。いけるかも、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 いけるかも。こっち向くなよ、こっち向くなよ。マジでこっち向くなよ、お願いだから。うん、いった。よっしゃ、死んでない、死んでない。スタミナ外したー。マジか、今の外すのかよ。やばい、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 スタミナがない、スタミナがない、スタミナがない、スタミナがない。やばい、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 やばい。あと53、あと53。やばい、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 やばい。よっしゃー、よっしゃー。あぶねえ。マジか。あれ外したのはちょっとやらかしたな。2発殴るスタミナがないのきついな。冷凍ハワイアンですね。さっきのハワイアン、ただの。同じハワイアン？冷凍？さっきも。こっち落ちてくんねえかな。無理か。弓打つ。いや、弓もったいねえよな。絶えないね。やめとこう。あいつゾンビ上だね。とりあえずあっちクリアリングして、あの箱んところでも寒そうだな。箱んところにちょっと行きたいって行きたいんだけどね。ゾンビ上だったらワンパンない気もする。ゾンビ上先やりましょうか。ただ足が速いんで、すかしたらもう殴り返されると思った方がいい。あ、バレたかも、バレたかも、バレたかも。バレてない。ちょ、待って待って、2匹で来んな。ちょ、夜なんでおとなしくしときたい。山々なんだけども、ちょっとずつトレーダーの方に帰っときたいっていうのもあるもんね。よし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 、いける。はい、やらかした、やらかした、やらかした、やらかしました。イエーおいえや。じゃあ、いつまでクリアリングしたら、この一帯は。ああ、後ろに一匹湧いてる。とりあえず落ち着けるでしょう。ただ、ハワイアンは、先ほどと同じように一発では仕留めきれないので、ちょいと大変だね。あいつは誰？マジか、ハワイアンこっち来いよ。右のどこ行った？木の裏だよね。お、来た来た来た。もうちょっとこっち、もうちょっとこっち。オッケー、大丈夫だ。あいつの距離。夜23時59分。よし。よし。よし。いける。すかした、すかした、一発目すかした。あ、スタミナの条件40なっちった。当たったけども、当たったけども、なんか寒そう。そっち、よし、もう一発、もう一発。くっそ、やばい、加速してない、あいつ。加速してるよね、今。よし。オッケー。レベル上がった、レベル4。6になってしまったら俺は、あれなんですよ。逆に辛いことになるんですよ。辛いことになるんですよ。え、あれ近づいてきてね。
あ、でもあれ動いてるよね、右に多分。何個アイテム持てる？ 1 個か。とりあえずあっちに移したいんだけども、多分まだあっち寒いんだよ。とりあえず行ってみるか、寒いかどうか試しに。見た目寒いよね。左下にマークが出たら寒いってことで。いけるいける。あ、待って、時間過ぎてなかった今。これさ、焚き火アクセスしなかったら時間進まないですね、中身。これはいいこと分かった。なんか俺の箱んとこゾンビ帰ってきてんなって。ってことはだよ、ちょ、肉展開しとこ、展開つか解凍しとこ。肉と卵1個しかねえ。とりあえず全部6分30秒。ウォーター飲んで、意味ないけど。肉、焼肉するか。焼肉いくつだ？キノコパイとかある。うまそう。逆引きした方がいい。5個。グリルが必要か。そうか、そうか。ちょっと卵探しに行く？スパイダーだ。これバレたな、多分俺殴ってるってことは。今の音聞かれちゃいましたね、草切る音。誰？研究員？研究員は初めてお目にかかる。ナースとかかな？あは、あの女の人だ。よし、やったの？やったよね、オッケー。落ち着いとけば、立ち上がるまでにスタミナが返ってきますね。卵とかない。で、このクエストスタートしてくれっていうのがあったんですけど、絵はがき01が出たら多分スタートするか、もしくは、トレーダーのクエストを進めていったら、これにつながるのではと思っているので、今読むなって書いてあるんですよ。ほら、時が来たら必要になるために、その時まで保管しておきましょうって書いてあるんで。保管しておきます。その時は来るっていうことを信じてね。保管しておきます。その時は来たら読みましょう。あ、かなりあんじゃん。レシピレシピ。さて何をするか聞けるか。スタミナの上限夜のうちになくすのはちょっとまずいか。なんか食べ物終わりない。ないですね。あいつ気になる。そういえばコメントでね、ネタバレとかヒントもやめてほしいです。ヒントもダメです。何々の確率をとか言ってたけど、気になるか見ちゃうけど、やめてください。やめてください。ヒントもダメです。誘導するのダメです。遠回しでももう気づいちゃうことが多いので、遠回しでもダメです。私が意地で見つけます。何だったっけ、何だったかも忘れたわ。なんかゴッドって言ってた気がする。ゴッドって、ガットか、ガットのことか、もしかして。アイアンガットのゴッドかな。これじゃない気がするな。1%ずつしか減らないもんね。それは知ってるんだよ。ちょ待って、逆逆逆逆。お肉あと。俺が今、食べ物がダイレクトで必要なの。
明るいとこ行って大丈夫なのかな。ないよね。マスターシェフもいいな。ゴッド、ゴッド、ゴッドなんてなくね。じゃあネタバレじゃなかったっていうことにしよう。なかったなら。そうだ、ないんだ。ネタバレじゃない方が俺的には嬉しい。ない。じゃあネタバレじゃないです。きっとガッドのパーセントが気になったんだ。そうだそうだ。ガッドの、これ、アイアンガッドのガッドのパーセントが気になったんだ。この赤になる確率が 1% 減少しますってやつでしょう、きっと。そういうことにしよう。で、あとお腹の隙が 5% 遅くなるよっていう。次 2% で、俺が前回食べたもののあれの可能性はわからん。で、私はこれがこれのことじゃねえって思ってもこれのことにしますのでもう言い直しはなしでね、行きましょう。私が見つけたものが すべてです。ネタバレなしの完全手探りでいきますね。じゃあバグとかね、そういうものに関してだけ情報をいただきながらやっていきたいと思います。ルートボーナス10増え、ルート速度コンバットだよな、これゴッドじゃないよな。まあいいや、まあいいや、とりあえずね、何か必要なものが出てくるんだよ。地雷のトリガーが 0.5 秒、ちょっと欲しい気もするけどな。動物、あ、これ本当だ、小さな動物って書いてるね。やっぱ2個目が鹿だ。次がイノシシ。その次が、コヨーテなどのプレデター。これがちょっとやべえやつだ。危険なやつだ。プレデターっていう外敵みたいな。で、マウンテンライオン。はい。はい。俺はこのスキルを取った意味がありませんでした。序盤にして1ポイント無駄にしました。待って、36。食べます。嘘でしょ。あ、もういい、食べる、とりあえず食べる、少ないけど食べる。お願い、もっと回復して。41まで帰りました。今日のスタート時まで戻りました。ちょ、木切りたいんだけどな。木切る余裕すら与えてくれないな。これさ、こっちのチェストの中にいるとこで、お肉をもう一個解凍してそっちの方に重ねれば多分リセットできるんですよ、時間を。それで無理やり行きましょう。これに見といてね。これ取るじゃない、これ取ってこれを重ねることによりテレン、リセット。じゃあこれ、細くな手は使っていきます。私はいつも通り裏世界には行かないけど、姑息な手は使っていきます。あ、感染キャンセルね。あ、どうしよう、これも必要じゃん。あ、これも欲しい。これ種が増えるやつ、種使う、種からの収穫が増えるやつですね。すでにある草からも多く回収できるようになると。ファンプロットのクラフトに必要なの、アロエ、クリサンセマム、ゴールドロット、ユッカ、トウモロコシ3ですね。まあ、これ取りましょうか。これは必要だ、どっちにしろ。どうしようかな、お肉キャンセルするか。いいや、オフで、オフでいいです。で、これとこれ持って、これ持って必要なもの持ち帰りましょう。ポスター持ち帰りたいけど、本当は生肉はこっちに重ねることにより、あれも減る、大事。遅くなるな。機械いらないか。これさ、
水に変えよう。せめて空き瓶にしたい。で、空き瓶にしたい。あれ、なんでないの、レシピ。おかしくね。はい。あるじゃん、あるじゃん。つか朝なったし。朝だったらゾンビ走らんから、重くてもいいか。バリケード。何これ、ショットガンよね。焼夷弾っていらないよね。アイアンローヘッドは必要な気がするんで、持っていく。ハマ持って帰りたい。紙とかいらないよね。メトリいっぱいになっちゃった。よし。じゃあ行きましょうか。おっと、あ、逆だった。逆にすればちょっと稼げたのに。というわけで、帰りましょう。で、実は今日ね、これから畑に行かないといけないんですよ。といっても私の畑ではなく、あっちの、あ、俺大切なこと思い出した。この建物探索してね。バカだ。大切なこと思い出した。探索してない。石屋チェストもったいないけど、もう一個作ります。もうね、探索。このよりすぐりに選んだやつが混ざるのはもうダメだ。ああ、やらかした、やらかした。とりあえず漁らないといけない場所は何箇所かって、そこだけは漁らなくちゃいけないから、漁りに行こう。ピアキット一持っとくか。よし、部屋が切らなくね。よし、行こう。完全やらかした。前回やらないといけないなっていうのを覚えてたんだけども。どうだっけ、入り口、こっちか。入ります。ゾンビいないよね、さすがにね。こっちは開けてある、さすがに。ワークベンチも後で回収したいですね。違うね、槍にしよう。槍置いてきたん。せっかく火のついた槍になったのにね。これこれ。これを漁ってないのは辛いだろうっていうことなんで。これね、前回。前々回かな？すごくいいもの出たんで、また今回もいいもの出るでしょう。いきます。てれん。は？スチールスレッジハンマーのパーツだって。期待外れもほどがあるね。次こっちか。あ、これ。報酬だったから。そうか。こっちはやった。あれはもう、なんだかんだ結構漁った俺。いや、そんなことないよね。時間来たからちょっと、漁りきれてないはずなんだよ。あ、待って、カジノトーク、これはいいんじゃね？材料いっぱい必要だからあれか。欲しいとか言って近づいてさ、取れない。あ、割れちゃった。欲しいとか言って近づいてさ、爆発したら笑えねえ。うさぎさんを引っ怖えんだけど、怖えんだけど、なにこれ、なにこれ、からのサーモス。保温性が高いって、長持ちする。なんか食べ物系。はあ、はあ、これは買っただろう、マ
ジで。いや、これはやばい。これはやばい。このゲームにおいてこのサーモスが一番大事ですね、きっとね。また拾ったね。不思議な馬。あ、これダブルじゃね？このゲームにおいて、多分当たりだと思われるアイテム一つ拾いましたね。ちょっとこっちで行こう。メモチェックして、ね、あ、ここやっぱ隙間あるんじゃね、上。お、あされた。やばいの、後ろで穴開けてるやついるな、マジで。きた、これ。ん？これとは別？攻撃力19いらねえ。じゃあ41って書いてパワーアタックか。何に使えるのこれ。敵。ちょっといらないかな。上から来てるゾンビがさ、やべえのだったら終わりなんだけど。これ、あさりたい。絶対なんかいいのありそうじゃない？ないかな。こんなとこにスタミナ使うのはもったいない。上がれないんだね。スタミナ条件がちょくちょく減ってくる。立て。うわ、なんもね、マジか。車掘り返しに行きたいんですけど、スタミナ、貴重なスタミナをそこにかけるわけにはいかないので今回は行きません。とあと穴掘ってきてるゾンビが怖いのでね。ティッシュ、とりあえずそれとに報告してご飯買おう。じゃあご飯を買うために俺はクエストやってんのかっていう世界になっちゃったけど、だいたいそんなもんですね。シフトで走りたくねえな。サミっつってる。なんでサミんだろう、あっちが。これいらない。これスクラップ、紙いらない。これも向こうで作るか。怖いな。スチルスルちゃんもいらない。ビタミンもいらないかな。一個だけなんでいらない。フリーでしょ。中身なんとなく覚えといて。重たいけど帰ろう。うわ、ナイトストーカー欲しいな、夜。夜重量がオーバーしててもさ、強くなるやつ。あれ非常に欲しいですね。重量がオーバーしてても走れるっていう、走れるじゃん、移動速度の低下がないっていうね。あれがあればだいぶ強いんで。ここの2階も行きたいけどな、本当は。あ、違うかこれ。俺が思ってる建物って違うかも。俺が思ってるのノーライフ、ノーミュージックノーライフみたいな、そういうところかも。で、今襲われたらもう無理なんで、やり持ってる、持ってるね。無理なんで、もうハンドガンで全力迎撃します。足の速いやつが襲ってきたら全弾使ってもいいぐらいで、16発。とりあえず生き残るのが最重要試練なので。卵を拾ったらどうする。拾ってから考えるか。からです。よし。でも卵はあと1個欲しいんだよな。持ってる俺。持ってる持ってる。あ、しかも凍ってるからスタックできるわ。あ、走ってるからスタミナの上限がどんどん減っていく。やばい、やばい、やばすぎる。おい、あ、持ってきてるね。いる、よかった。うん、卵出ない。あと 200m。こっちへ遠い。やべえな、マジで。
マジでやべえな。どれだ、あの建物だってほしい。どれだ、175スタミナ33。もうこれ触れないのでは。うわ、触れないですねこれね。スタミナが足りなくて、どうしよう。あ、あれだあれだ、ちょっと農場ね、お邪魔したいな。次回ちょっと農場行きましょうか。農場行って、これ白い粉置いてきたのでは。拾ってないか、むしろ拾ってない可能性ありだ。よいしょ、大丈夫やな。いや、スキルポイント1個無駄にしたのはちょっとウサギさんのためにプレデターちゃんと読めばよかったな。外的には無意味でした。いいでしょう、そういうこともよくあります。いや、走って帰ってきちゃったからすぐに32までになっちゃったね。これどっちが入り口だっけ。やっぱあっち側か。よし、さて帰ってきました。お、2階になったぞ。とりあえずお肉とかを凍らないように。あ、ありがてありがてありがて、2個食べちゃう。でもこれね、微妙なんだよな、レシピなんかない。さらに、あ、保温グリルミートしかないっすね。いらないです、食べます。はあ、これで1回ぶっぱできるようになった。卵あんじゃん、卵。で、この本たちは木もったいないけど、ちょっとあまりにもアイテムが多すぎるんで、ストレージ作りましょう、うん、こっちに、よいしょ。こんなとこにスタミナ使うなよって思うけど仕方ない。よし、はい。トレダの敷地内は健在なのかよ、壊せるけど。設置はできねえのかよ。あれ？できるぞ。ん？ん？なんね、なにこの違い。え？ちょ。あ、このロッカーっても。安全なとこあっちとかに穴開けて、ストマックされました。こっちの子とりあえず詰め込みようが必要、2個ぐらい必要本当は。でもこれガツミ殴ったら大丈夫か。まあ一回その時はリペア、よいしょ、右下に点々があるじゃないですか。この点々が下なんですよ、ペイントした時ね、確か。よし、これで、で右側が今使わないであろうものたち。で左側が必要そうなものたち。これも大事だろう。
とりあえず一回全部しまう。よし。本当ハンマーと家変えてもいい気がするな、これ。ほら、伐採。伐採、採掘、修理。あ、これね。こっち見てるつもりだった。微妙か。とりあえずこれ。次回これ使いましょう。忘れないように。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見てください。動画の説明欄にプレイリストありますので、よかったら使ってください。クエスト報告、忘れないようにしないとね。静止画でした。